耳で読む。シュタイナーの神秘学。4、人間性の本質。4、危機物語。言語の中にはその本質上他のすべての言葉から区別されうるような言葉が一つだけ存在する。それは私、自我という言葉である。他のどんな言葉も対応する存在に対していつでも使うことができる。しかし私という言葉をある存在に対して使うことができるのはこの存在がこの言葉を自分に向けるときだけである。外から私という言葉がある人の耳にその人の呼び名として聞こえてくることは決してない。その人だけがこの言葉を自分に向けて使うことができる。私は私にとってのみ一個の私である。すべての他者にとって私は一個の汝である。そしてすべての他者は私にとって一個の汝である。この言葉は深い真実を表している。私なる本来の存在は外なる一切から独立している。それゆえこの言葉は外にあるどんなものからも私に向けて用いられることはない。超感覚的直感との関連を意識的な仕方で保持してきたユダヤ教の立場は、私という呼び名を神の言い表しがたき名前であると述べている。こういう言い方がなされるときはまさに右に述べたことが指示されている。どんな外的な事柄も今問題にしている魂のこの部分に通じる道を持たない。この部分は魂の隠された聖域なのであり、ただ同じ種類の魂を持った存在だけがそこへ参入することができる。人間の内なる神は魂が自らを私と認識するとき語り始める。感覚根と五星根が外界に帰依して生きるように、魂の第三の分子は自らの本性を知覚することによって心的なものに帰依する。以上に述べた考え方は私と神とを同一視しているかのように誤解させるかもしれない。しかしここでは自我が神だと言っているのではない。自我が神的なるものと同じやり方をしていると言っているのである。一滴の水は海水と同じ性質のものだと言ったからといって、海から取ってきた一滴の水を海だと主張する人がいるだろうか。この比喩を例にとれば、一滴の水が海に対するのと同じように私は神的なものに対しているのである。人間は自らのうちに神的なものを見出すことができる。なぜなら人間の最も根源的な存在部分は神的なものから取ってこられたのだから。このように人間は自らの中の神的なものを通して魂の第三分子を獲得する。アストラル体を通して外的な意識を獲得するように、自我という自らの中の神的なものを通して自分自身についての内的な意識を獲得する。それゆえ神秘学は魂のこの第三分子を意識根と呼ぶ。そして神秘学の意味において魂は感覚根、五星根、意識根の三分子から成り立っている。同様に体は肉体、エーテル体、アストラル体の三分子から成り立っている。心理学的な立場の多くは記憶能力についてと同じように、私の本性についても間違った考察をしている。多くの人は正しく洞察したと信じている事柄が今私について述べたことへの反証になると思っているが、実際は反証なのではなく確認なのである。エドワルト・フォン・ハルトマンがその著心理学概要で私について述べている箇所はそのような場合の一つだと言えよう。第一に、自意識は私という言葉よりももっと古い。認証代名詞は言語の進化におけるかなり後の産物であり、言語にとっては略語としての価値しか持っていない。私という言葉は話者の固有名詞の短縮された代用物である。話し手が
自分の代用物として用いている。その点は他の人たちがどんな固有名詞で彼のことを呼んだとしても変わらない。自意識は動物の場合にも無教養な人間の場合にも固有名詞のあるなしに変わりなく高度の発達を遂げることがありうる。固有名詞を知っていれば私という不完全な言葉を使用しなくても済む。そう考えれば私というちっぽけな言葉にまとわりついている摩訶不思議な光背を取り除くことができる。この言葉は自意識の概念に何も付け加えない。むしろその内容全体をもっぱらこの概念から受け取っている。我々もまたこの観点に全く同意することができるし、この問題の考察を曇らせるだけの摩訶不思議な光背を私というちっぽけな言葉に与えまいとする態度にも賛成である。しかし言葉の使用がどのように後になって付け加えられたかが事柄の本質の決め手になるのではない。大切なのは自意識における私の真の本性が私という言葉よりも古いということなのである。私にのみ着せられる特性を支持しているこのちっぽけな言葉は外と内との関係において動物の体験とは異なる人間の体験を表現するのにどうしても必要である。三角形の本質を考えるとき、三角形という言葉がいつどのようにして形成されたかをいくら述べても何の役にも立たないように、私という言葉の使用が言語の進化の過程で他の言葉の中からどのようにして形成されたのかをいくら述べても自我の本質について語ったことにはならない。意識婚の中で初めて私の本当の性質が明かされる。魂は感覚と個性においては外なる事柄に没頭しているが、意識婚の中では自らの本性を手に入れる。私は意識婚を通してまさに内的な活動を通して知覚される。外なる対象の像はこの対象のあり方に従って形成される。そしてこの像自身の性質が個性の中でも働き続けるけれども、私を知覚しようとするのなら自分を私に委ねるだけではなく、内的な活動を通して私の本性を自分の内部の奥底から取り出してくるのでなければならない。私の知覚、私の自己内省とともに私の内的な活動が始まる。この内的な活動を通して意識根が自我を知覚する場合は、体の三分子や魂の他の二分子を通して働きかけてくるものを観察する場合とは全く異なる意味を持っている。意識根の中で私を開示する力は全ての外界の中に働く力と同じものである。ただその力は体と定時の魂的部分の中では直接現れず、段階的にその働きの結果だけが現れる。その力は肉体の中で最も定時の現れ方をする。ついで段階を追って進み、五星根を作り出すところにまで至る。言い換えれば、一段登るごとに隠されたものを覆うベールの一つが取り除かれる。意識根を作り出すとき、この隠された力は一切の覆いを取り払って明らかな姿をとって、魂の内容の神殿に歩み入る。とはいえその力は全てを満たしている霊性の海の一滴の水のようなものに過ぎない。しかし人間はこの霊性をまず自分の中に認識しなければならない。そうすればそれを様々な外なる働きの中にも見出すことができるであろう。一滴の水のように意識根の中に現れるものを神秘学は霊と呼ぶ。意識根は全ての現象の中の隠された霊と結びついている。人間が全ての現象の中に霊を見ようとするのなら、意識根の中に私を見るのと同じ仕方でそれを見なければならない。私を知覚する時のやり方で現象世界に向き合わなければならない。そうすることによって人間は存在の工事の段階へ発展する。